レオン師匠の二つリボリレオン師匠、こんにちは。はい、こんにちは。久しぶりだね、なんか。久しぶりになってしまいましたね。<laughs> あの、ピンクス、いろいろイベントとかが。そうそう。下、まあ、りまして。大変だったんじゃないでしょうか。いやー疲れたっていうか。疲れるわね。<laughs> <laughs> まあ、嬉しい疲れなんで。<laughs> はい。<laughs> 大丈夫です <laughs> えっと、これから深釣り彫り再開していきますので、視聴者の皆さんも改めましてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日いただいた質問がですね、うん、ルアー系の質問なんですけど、うんんレオン師匠が考えるアジングやメバリングにおけるジグ系ルアーの有効性と、うん、使い方のポイントなどがあったらぜひ教えてくださいというご質問です。ほう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 。あのー、 僕個人的にとても嬉しい質問ではあるね。はいはいはい。なんだけど、今、アジメバルっつったよね。そうですね、ライトゲームっていう感じかもしれないですね、うんえー。いきなりなんだけど、アジメバルにメタル系を使って有効な場面って、ははい、はいその割合っていうかな、率まあ、<laughs> えっと、もっと相手に分かりやすく言えば、ワームリーグとメタルリーグというふうに。 分けて考えようか。はい、そうした時にワーム、まあ、ジグヘッドをはじめとしたワームリュグよりメタルルアーの方がよく釣れるよっていうタイミング自体が少ない、はい、間違いなくああなるほど、うんまあ、それを踏まえてね、はい、メタル系ルアーで僕があ動画の中で釣ってるように釣りたいなって思うんであればって話になっちゃうねうんうんなるほどなるほど <laughs>、まあ、きっと 質問者の方も、うん、あのレオンさんが、あのー、ジグ系のものを投げて、ボンってつってるのをう見て、きて、うん、きてるところがあると思うんで、そのあたり、きっと大丈夫だと思うす。そうなのなかなか浸透してないでしょそうですね。なんか、なかなか皆さん迷、迷ったりするんですかね、使い方とか。現場でメタルルアーで始めばつってる人、まず僕、見たことないもん。うん。二十、うん、数年間。<laughs> ははい、はい分かりましたでもねあのー、ルアーフィッシングを志す以上は身につけておいた方がいい概念であったり技術ってのはのは間違いなくあるし、うん、で確かに出番は少ないのよ <laughs> 絶対メタルルアーの方がよく釣れるよっていうタイミング自体は全体の中にの10%とか15%ぐらいだなとまず思ってください、はいはい、そうなんだけど圧倒的に釣れる場面がある おそのわずか 10%15% なんだけど、うんうん、これはねもうこの深釣り堀でもやるし釣りは楽しんで南部塾やそれからあのワンテーマのワンテーマで2時間ぐらいいろんなことをやる一朝一夕とかでもね、はい、何度もお見せしてるからいつも見に来る人はね見たことあると思うんだけど、うん、瀬戸内のある堤防でね僕がアジングしてる動画ですアングリングソルトの。 で明らかにジグヘッドにワームで、あのー、快調に釣れてる状態。はい。まあ、どれぐらいかというと、1.5グラム、ジグヘッド、ワームさせて投げます、着手しました。で、ちょんちょんちょん止めて待つ、ちょんちょん止めて待つ。まあ、2、3回やれば必ず、こんと。うん。つまり、一頭一匹の状態。はい。で、釣れてる場面で起きた事件で、それが動画に収められてるんだけど、はい。その時僕、何使ってたかって言ったら、メタルバイブだよね。 おであれ、ブリーデン時代の動画なのであの b ブなんだよ。はいまあ、b ブに限らずなんだけどね <laughs>、えー、そもそも b ブを作ろうというきっかけになったジャズさんのところのボーいもあるし、はいえー、ちょっとね、製品名忘れちゃったけどバスデーさんのところにもあの優秀なこちっちゃいメタルバイブあるんだよ。お腹の下にこうブレードがついてキラキラするやつ。うんうんうん でもいいし、えー、インクスレーベルの、ね、コットンバイブでも OK なんだけどなんとワームリグだと着底してから23回操作して初めてバイトがあるのにその小型メタルバイブ入れた時はアクションする前にもう食っちゃってるっていう場面23回連続してそういうバイトがある場面が動画で収められてます。お<ー>こういうふうにね聞く時って極端なんだよね。なるほどでこれが ケースメタルバイブなんだけどケースメタルジュグでいうとこれ実は同じ同じポイントの話なの。はい、えっとね多分そのメタルバイブで爆笑しましたよっていう日から1年後とかそれぐらいなんだけど、えー、広島のお友達の女性アングラーさんが2人アジング教えてほしいっていうんでまあそこは当時アジが多かったんで連れて行ったのね。うん。 うん、でまあ順調に釣れるわけやじたくさんいたからうん、うん、エドレワムでで俺はもう飽きあお二人に教えたらこう飽きるからさ今日はメタル塾だけで釣ったりましょうと思ってやったわけよ <laughs> おおなるほど、うん、そしたらね僕の両脇にそのお,お姉さまお弟子さんが二人いるわけだけど僕の方がたくさん釣るのよはいはいはいで、これもねいきなりたくさん釣れたわけじゃなくて 2人がジグエイトにワームで「わあ楽しい釣れたまた来た面白い」とか言ってる中俺はえー、っとねあの時はねジャズさんのところの爆鳥ジグの2グラム入れたんだなそうするとワーム組の方がペースが早いなうん、うん、ビギナーながらもきちんと教えたからどんどん釣れる状況の中で僕が えー、2グラムのメタルジグ、彼女たちは確かに1 2ムのジグヘッドうん。明らかにワームの方がペースが速いわけ。なるほど。うん、でもう、僕は僕でそのもうちょっといい手がないかなって、これ2ちょっとピンときたのが、2ムより重い方がよくないかと思って、3ラム入れたの。うん、えー、釣り方はね、えー、そのケースでは全くジグヘッドのワームと一緒。ううん、うん メタル軸投げてボトム落として着手したらツンツンツンって止めて待つ。でツンツンやって止めて待つ。全く同じことしてんの。うん、それが 2g ではワームの方がよく釣れて 3g に変えたら並んだのよ。お<ー>全く同じペースで釣れるのよ。うんうん、おお 3g 正解か。いやちょっと待てよ。2g がちょ、えー、ワームの7割ぐらいしか釣れなくて6割7割で。 3ムで並んだってことは、5ムにしたら抜くんじゃねえかと。うんうんうん。ものすごい単純な発想だよ、俺の中では、そこでは。なるほど。で、5ム入れたわけ。はい。そしたら、着底からポンってワンアクションで食うか、もしくは着底したときによ食ってるよす、でに。おー。俺はあの、アングリングソルトの動画の中にある、えー、メタルバイブで釣ったときと同じ感じね。 うん、アクション説明しよう、えー、メタルバイブでアジを釣る時のアクション説明しようと思って投げて着手したからじゃあ今からアクションのさせ方を説明しますねって言ったら「あすいません何もしないともう食ってました」っていう動画なんだけど5ムのメタルジュグ入れたら同じようになったんうんうん、うん、で明らかに両側のバーム組は23回はアクションさせて止めて出ないと食わないのに。 5ムのメタルジュグだと着底した状態でもすでに食ってるかもしくはパンとワンアクションで食うのうん。これす,すごくないこれ。すごいですね。でさ、そうなると面白がり屋の俺だからさらに7ムならどうなるんだって。<laughs> <laughs> 7ムを入れたらどうだったと思う急げ想像してみて。<laughs> いやもう圧倒的速度で釣り出すんですか。あのね 策定するまでに食っちゃう<ー>そこがね水深 7m ーーなんだはいで 7g を入れるとこの水深7メー,ターのちょうど半分ぐらいまでホールド落ちたかなっていうところでコンってひったくられるお<ー>つまり何が起きてたかとあくまでも想像だよはいワームで釣ろうがメタルバイブで釣ろうがジグで釣ろうが多分アジのレンジが中層にできてて うんそれが追っかけてきて、ついてきて追っかけてきて、ワームチョンチョン止めてっていうのを、どうしようかな、チョンチョン止めて、うん、食っちゃおうみたいな感じなんじゃないかな。うーんそれが、えー、5グラムぐらいのメタルバイブぐらいから、そっと落ちていくものに味がついてきてさ、着底したら止まるわけじゃない、逃げていくエースがボトムで止まるわけじゃない。うんその瞬間に食うんだよ、パコンって。 あなるほどで7ムに変えたら何が起きたかって言ったらシューッと落ちていくから早いからもう反射的にバコーン食ってるんだようん、うん。メバルではねあ,あまり経験してないけどアジではねそのこれ多分10年くらい前の出来事なんだけどそれ以降もさいさいあるね。あ 軽いもの、ちっちゃいものでゆっくりさせないと食わないっていうイメージがあるじゃない？味って。はいはいはい。全然そうじゃないよね。ああ<ー> <laughs> 僕がちょっとあのアジのシーズンにいつも衝撃を受けるのがあの、うん、インクスのモニターのコモ君がいるじゃないですか。うん、うん、あのナッツをボトムホーツとかで味ジ釣ってますよね。<laughs> ホーツのことあるよね。<laughs> だから多分今のお話のあれなのかなと思ってドーンってこう落として見に来てるやつが食ってるのかなとかあると思う、うん、その話はねちょっと後にするにし,として、はいえー、さっきの話をもうちょっと膨らまして実例で説明したいんだけど、はい、15年くらい前に「レオンさん50センチの味が釣れるから釣りにおいでよ」っつって、はいうん「長崎県は行きです」おお<ー>、現地アングラーさんが案内してくれました。 ダ、はい、マカツラグゼのスタッフで大川良志君っていう、はい、あ平鈴木の世界だ有名人だけどね、うん、で行ったら彼が持ってきたサ法が平鈴木ロットなんだよねで P2 号だよね <laughs> ほんと平鈴木です <laughs> でど,どんな仕掛けでやるのかなって思ったら3 0ムのメタルジュクを一番下につけたの。 その上に枝取って、ジギングさビきのさビきつけたの、2個。あなるほど。で30グラムだからね。<laughs> で、ドーンと投げるわけ。はいまあ、50メーター、70メーター、すっ飛んでいって、沈むよね。はい、その時に漁師君、何してるかって、フリーじゃなくてね、50メーターとか70メーター投げて、カーブホールさしてるんだよ、返、はい、もう糸は張って、もうカーブホールで。 うん、何してんのか後で分かったんだけどどのオレンジで食ってくるかを見つけるためにカーブフォールなんだああ、なるほど。フリーフォールだと分かりにくいじゃん。確かに。で、カーブフォールさせながら漁し、うん、君何言ってるかと。あ当たった。当たった。あまた当たった。あ着手したって。当たったっつって合わせないんだよ。<laughs> で何してんのって聞いたら。 いやまあ、どこにどれくらいのサイズがどんなふうにいるかチェックするのにこうやるといいんですよつってお<ー>でそれを23頭してるとさフォール中の当たった当たったがフ,フックアップしちゃうんだよねうん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 あ当たったあかかっちゃったよこれ30センチくらいだって言いながら一切合わせないんだよ <laughs>、はい、何してんのって言ったら「いやどんどん沈めてるんだ」ってお外れたラッキー」って言うんだよ <laughs> 30センチぐらいのやつだよかかったで、もうとにかく一切合わせないなるほどでどういうつもりなんだろうと思ったらボトムに落として一番下についてる30グラムのジグにでかい味食わせたいわけああなるほどだからそのケースもさっきの僕のあの堤防ケースと合わせて考えてみて、うん、要は魚は中層にいたってことだよ うん、それがどんどん落ちていくジグを追っかけてきて食ってるわけ状態、うん、っていう状態だねでその息の時もねあのほぼ似たような状態だったよね、うん、で漁師君枝張りもついてるんだけど3 0ムの、えー、ジグがボトムにつくまで待って着底したらもうエギングするようにパンパンって跳ね上げてまた落とすわけ、うん、ついてきてるであろうでか味 がいるであろうと想定してボトムからパパーンと12メーター跳ね上げてまた落とすわけ。それでドンときたらその手応えでかけていい魚かかけなくてもいい魚かな判断するわけ。お<ー>でドンとかけて「あ来た大王さんこれ40ぐらいのついたよ」。「本当うん40は超えてると思うよ」だからこうやってんのよ。「いい感じいい感じ」<laughs>。負けようと思うじゃないか。はははは。負かないのよ。 もうすぐピンときたけどね、枝張り食わそうと思ってんだ 2>, <laughs> 2, 2匹目きたあ三3匹目きたよーしガーッと前やったら全部40センチオーバーなの。<laughs> <laughs> <laughs> でそれをあのー、平サザオでドーンと抜いてさで横にあの背の高いポリバケツがあるじゃんアメリカの道路のいたるような背の高いポリバケツをその、えー、テトラとテトラの間に突っ込んで倒れないようにしてて。 体から離れたところに置いた。うん。そこへ三匹のアジくっつけて、バケツるのかドンとおろして、こうゆすって。外すのよ。なるほど。あのカツオの一本釣り。はいはいはい。あ、ボンバルでやってるの感じ。<laughs> だから全部バーブレスしてんだね。<laughs> ああ、そっかそっか。だから待っていれば、さっきみたいにちっちゃいのは外れるんですね、うん。で、何を言いたいかというと。三十グラムのジグに40、四十センチ五十センチのアジが。 釣れるのは食ってくるのはまだイメージとしてわかりやすいよねいっぱいねでも実態はどうドボッと着水してから落ちるまでに何回も当たってくるんだよちっちゃいのがは,はいはいはいでそのアジのサイズは二十五とか三十だもん三十グラムが落ちるスピードにガンガンアタックしてくるのうん,うんうんいつもじゃないよ <laughs> はいはいはいでもそういうことは もうアジじゃすごく起こり得る世界だからね。なるほど。うん、で、僕があ、ね、ビデオに残してるように、ワームを圧倒する場面があるのは間違いない。この話が一つ。はい、で、次はね、メバリングの話にしましょう。メバルをジグで、えー、釣ることを覚えた頃の話。うん、えっとね、僕はかつてメタルジグが苦手でした。 あそうなんですね20年から25年前くらいのこの間のどっから辺なんだよね。で、友達と2人でね、ボート出して行ったんだな。はい、で、その時にねあの、サバがよく釣れるっていうんで、サバ食べたいよねっていうんで、サバ釣りで行ってたんだけど、はい、ボートで行ったら全然群れがいなくて、サバの。 <laughs> なるほどそれはもうボートボートってだって沖じゃないんだからもうなんて言ったらいいんだろうな工場地帯みたいなところでさ、うん、岸からほんの5メー,ー1 0ー,ーしか離れてない位置にあのボートを止めてるわけ。うん、でもう今日サバいないからメバルでも釣ろうよっつってジグヘッドにワームさして、まあ、そこから。 浮いてなかったからボトムにいるよねって言うんでボトム探ってたまーにメバルチョンとヒットするぐらいの状態だったのを突然友達がね大爆笑しだしたんだ<ー>。お前何使ったんやったら「へえ見せない」とか言って背中向け <laughs> 見せろよって見たら 3g のメタル軸だった。お<ー>うん、でこっからがすごいの。キューベメタルって いいろんんななな操作しなきゃゃ釣れないイメージってあるじゃん昔からそうですねやっぱちょっとしゃくったりね、うん、いろいろだよねでその時のあメバルの釣り方ってジグエイトだろうがメタルジグだろうがバーチからで真下に下ろして釣ってんはい。びっくりしたあれは本当とに驚いた俺えっ、ー、とねまあいいや出てしめそう3ムのメタルジグをおそこもねやっぱ水深 7m ぐらいだったな ボトムまで下ろして、これぐらいのスピードで巻くの。はい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 。もうメバリングでいうところのデッ,デッドスローリトリーブだよね。こはいはい、はい、1>, 1回転2秒ぐらい。はいで、1回転ごとにチップでちょんとしゃくるんだよ。はいはいはい。まっすぐ下ろしてボトムについてます。これを1回転に2秒ぐらいかけて、ゆー ゆっくくりこう上げてくるわけで一回巻いたなことこでちょんってやって待つのうん 2>, 2秒ぐらいでまたゆっくり2秒かけて巻いてちょんまた2秒待つのそうやってボトムからだん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 上げながらつっていくわけこう段階的にうんそうすると大体この3ストローク目ぐらいのところでコーンってくってくんで粘バルらへえ<ー> <laughs> おかしくないか メタルジグってさ、手元にないかなメタルジグ。ジグ持ってきたはずだ、ね、持ってきて。メタルジグってさ、フリーで落としたらまっすぐこうやって落ちるじゃん。はい。で、ペタっとなるじゃん。うん。夏ジグはちょっと違うんだけど、普通のジグだと思って、ストーンと落ちるよね。で、これを1秒え、2秒間に1回転ぐらいのハンドリングで巻いたら、 こうまっすぐ上がってくるよね。はい。こんなんでメバル釣れる気する？<laughs> いやーちょっとしないですよね。いないよね。僕もしなかったよ当時の僕は。うん。でもこう巻いてきて止めてちょんってやって二秒ぐらい待つんだよね。ダーンとくるのよ。へえー。これは後でねでも僕も覚えたくって一生懸命その友達に聞いて、えー、練習したらすぐやれるようになったんだけど要は 水平もうちょんでちょんって一瞬水平になるじゃないはいはいはいちょんと水平にして元に戻るのに12秒かかるわけじゃん,うんこの間に食わなければまた変えてちょんこんな感じなんだよねやってることがああなるほど一つはねメバルをジグで釣るのにその釣り方を見せられて驚きました <laughs> でこれを覚えてから ずっと僕はいろんな場面でこれ使うんだけど面白かったのはねあの堤防の先端、はい、でこれはね一定以上水深があるところが一番有効なんですね僕のイメージで言うと大体堤防の先端でボトムまで10メーターあるところが美味しいはははいはい、はい堤防の壁際に地具を下ろしていくの、はい、でそこに着いたらさっき言った 通りずーっと上げてきてチョンずーっと上げてきてチョンこれがねジグヘッドにはもう、どうやっても食わない時にね食ってくる。へー。このパターンが一つある。うん。でそもそも僕がナッツジグを開発するんやったってイメージしたのそういうことすごく多いのよ。うーん。 特にバーチカルで釣る場合に、ジグを水平にするのって難しいじゃんそうですね、うん。だからオフショージギングなんかのジギングの名手って、あの、ジグを水平にして、えー、魚にバイトのタイミングを与えるうのが素晴らしく上手だよね、うん。の。あの作り方が上手ですよね。あの作り方がね、うんうん、すごく上手だよね。でも、覚えないとなかなか結果出にくいっていうのがやっぱりメタルジグの一つの敷居の高さでもあるよね。あ確かに、はいと <laughs> 僕が夏の時期に何求めたかっしたら誰でも結果が出れるんでにしたかったお。なるほどだからこいつは水平シミーフォールなんうで持ち上げて落とすだけでさっき説明したことと同じことができるわけ。うーんしかもこいつは上向いてんだよね。こう。はいはい、フックのところは。はい。そうで。水平だけじゃなくてこれは垂直に回ってるじゃん。はい。 なんでこんなもん作ったかったそこはそれが根っこにあるのよ。<laughs> おなるほど、うん。その記憶がもうずっとあるし記憶だけじゃなくてそれ以降僕がねなかなか今日はジュゲートにはプラグでもメバルうまく釣れないよねって言った時にメタルバービーブやメタルジグを、うんえー、繰り出して結果が出るようになったのは本当にまさしく。 その時に友達が教えてくれたやり方がうースにあるんだよねなるほどな彼はねすさまじくメタル軸がうまかったあの日昼間にボートで出てなんか釣ろうよねって言ってその日もあんまり良くなくて潮がいっぱい下がるまで満潮時に行ったんだけどまあ酒にかかったら釣れるよって言ってたのに下がってもなかなか釣れなくて <laughs> もうなかな,かし,ないかしらと思ったら港湾部の,あの瀬戸内看板の差激しいから、うん、工場の、えー、こ近くに多分ね埋め立て延長するためかなんか知らないけど海の中にあのでっかいテーブルが足のついたまだ工事中の状態だったんだけどで、昼間なんだけど屋根があるからさ、はい、要するにコンクリートの屋根さ。はい 作業するよようううなな、うん、というよりはもう場所なんだグランドみたいなもん,なん,広いんだよで僕のボートちっちゃかったからその柱があって中が暗いんだけど船入るのよ。でかいから設備が巨大で。はい、でその中入っていってこの中もうできたばっかりの基礎とかあるだろうし根魚いるんじゃねって言ったらもうその友達がね1 5十2 0ムぐらいのジグを。 あの柱の根元のボトムでどんどん打っていくの。は今はいなくなったんだけどあの25年ぐらい前まだ瀬戸内には黒沿いがたくさんいてさうんだよめ <laughs> めちゃめちゃゃ楽しいです、うん、まあすごいわーってんで俺たちはそんなにメタル3人で行ってたんだけどメタルジグルそんなに持ってなかったからその <laughs> メタルジグルの名手の子で。 俺も貸して、俺も貸してって3人でやるんだけど、もうね、5, 5倍ぐらい釣るのよ、彼が。あ<ー>っていうか、俺たちは釣れないのよ。俺たちがなんとか必死の思いで1匹釣ってる間に、ね、彼は5匹ぐらい釣るわけ。はい、悔しくてね、そこからさ、そこから俺1年間、自分で決めたんだよ。これね、最初の質問者の方の質問に対して、 答えてないよようで実はは一番重要ななことを今答えてるのよ、はい、僕は悔しかったの、うん、なぜならそれなりにいろんなものをいろんな道具で釣る自信があったからすでになのにべらぼうなやられ方するわけよなるほどこりゃ悔しいなと思って僕がどうしたかって言ったらそれから大げさじゃないからね本気でやったからね、うん、1> 丸一年間メタル塾しか使わなかったおかっぱりでも船でもどこ行っても。 だから釣れるようになるよ。うんうんうん。っていうのもあるよ。間違いなく練習しないとダメうんあの。僕よく釣りで言うんだけど、通電させないとダメ。ああ、自分に。頭にも体にも通電させないとダメ。うん、で、これって理屈じゃないんだよね。よくそのロジカルなことを説明してくれと言われるんだけど、あのそんなことだけじゃ説明がつかないんだよね、釣りの世界って。うん、うん 例えばあのバスをやった人なら誰しも経験してると思うんだけどまず50狙うよね、はい、50アップを <laughs> 50アップっていうね関西の人は <laughs> 50アップを狙って50釣ったーいってみんな思ったわけさ20年前とか30年前、うん、釣れねえんだな,なんかなんかお僕自身も3年ぐらいかかったんだよ50アップってのにところが1匹釣ったらそこから怒涛だからね。おー だから特別何か自分が釣り方や,やり方変わってるかっ言ったらそんな記憶ないんだよね。うんその時にも思ったもん俺なんか変わったこと最近してるかなと思ってて、ね、してない、ね、使ってるものも同じだしメソッドも同じことやってるん、うん、なのに怒涛のごとく釣れるようになったん,だうんその時にあの思いついたの言葉が「あやっぱりこういうのって通電させないとだめなんだ」って。 なんだろうね頭にも体にも魂にもこれをこういうふうにしてれば釣れるんだっていうのをいっぺん通してしまわないと釣れるようにならないなっていう気はするね。確かになかなかあの疑心暗鬼でやってる時って難しいですよねう、うん。だからメタルジグでアジ釣る時のメソッドメバル釣る時のメソッドどんなふうにしたらいいですかっていう質問なんだよね。そうですねはい そうするとほとんどのプロが、えー、例えばいろんなメソッドを紹介するよね、こうして、うん、ああしてって。うんうん、あれがね、ちょっと僕、疑問符が浮かぶね、さっき、今なるほど、なるほど。そんなことよりも、通電させなきゃいけないんだよ。うんうん、メソッドってね、そこから先なんだよ、煮込んでいくの、きっと。おいいですね、確かに。うん だからもう、あのどんなルアーでも一緒なんだけど、釣れるまで投げ倒さないとまずだめです。うん、いくら僕のやり方、機構が、現場行ってやれないから、うんうん、どんなやり方だろうが関係ないんですよ。A なら A というメソッドでやるとして、釣れるまでやり倒す。うん、で、初めて釣ったら、ものすごく嬉しいよね。 嬉しいですねそうすると1回通電してるので2匹目割合簡単なんのようん 2>。2匹3匹5匹ぐらい釣ると1匹目の時の10倍ぐらい早く釣れるようになる。ここまでやって初めて一応やりましたって言ってほしいのよね。<laughs> 確か<に>周りで見てる限りあのー、釣れないって言ってる人はそこまでやってない。う 今回のご質問に関しては一番重要なのがそこですよ。一匹釣れるまでやめない、やり倒す、他のものには一切手を出さないくらいの、えー、心構えで、ぜひやってほしいですね。確かに。<laughs> ありがとうございます。でも、いや,いやいや、まあ、とは言いながらさ、とは言いながら、多少は釣り方も説明しとかなくちゃいけないんで、えー、っとね、メバルはね、 比較的投げて巻くだけで釣れから僕は過去にあの浮桟橋のえー、っと浮桟橋は立ち入り禁止だから岸から釣るしかない、はいうん、で浮桟橋は海に向かって突き出て電気ついてますそ、うん、こだけついてんだよねそうするとその浮桟橋の電気ついてるとこの浮桟橋の横にこシェードが影ができてるじゃん。 他から投げて届かそうと思ったらメタル塾しか武器がないわけ。うん、飛距離の問題で。うん、だからその日に僕が使ったのは20グラムの爆笑塾でした。おお<ー>。ピュウっと投げてうまくシェーエイドのところにポチャッと落ちたからそのままさーっと巻いてこの時に、ね、25センチから27センチぐらいを10匹ぐらい釣りました。おお<ー>。そういうのもあるし、えー、あと面白かった。 たのが、もうメバルが全く浮いてなくて、ボトムでしか食ってない時に。はい。ジグをそこに置いて。ぺったらこう。うん。で止めるの。ぺったらこう。で止めるの。これだけで食ってくるんだよ。おお。少しボトムに置いておくんだよね。というのも発見したのよ。おお<ー>。で、これを。かの日に、こぶ君に喋ってんだよ、俺、二回ぐらい。<laughs> <laughs> なるほど <laughs> だからさっき久米が言ってたこもくんがメタルジュグのボトムステイで釣れるって言ってるってなるほどもうすでにそれはあのもうあの師匠から伝授済みだったのですね <laughs> そうメタルバイブでも教えた <laughs>、うん、メタルバイブ投げて着底からラインスラック取って竿をブル,ル,ルッと起こすの、うん、竿をシュッと起こすとメタルバイブはブル,ルーってくるよねはい、えー、メバルの場合はロ のワンストロークでブルッと起こしたら、この差を動かさない。こっち向いてやろう,んうん、うん。沈めました、ブルッ、こうやって微動だにさせない。そうすると、ブルッと持ち上がった、えー、メタルバイブが、ボトムにつきそうな時にに、わずか差を少し手前に。何するかっったら、うん、落ちたメタルバイブがボトムについてこけないようにテンションかけにいってるな,るなるほど、なるほど。で、ここで、 じっと<ー>でも海の水は動いてるしで人間だってビタッと微動だにとか言ってるけど微動だにしてるからね <laughs> ち,ょちょっとこのボトムで立ってるメタルライブ動くんだよ。お<ー>メバルってのこれで食っていくんだよ結構普通にけ。あの特別なことではないし特別難しい技術もない。うん だって当時小学校5年生だったとうちの息子のやらせてもで少年野球の生徒を連れてった時もみんなそれで釣れたもん,うんやるかやらないかなの、うん、確かに <laughs> でどんな時やるのっつったらさっきも言ったけどいくら表層を巻いてもプラグ投げてもジュゲット巻いてもなかなか釣れない時は、うん、メバルがボトムに執着してんじゃないだろうかと、うん、まず考えるべきだよね うんうん、そこでジグエッドにワームでちょんちょんってやってまた再着手させてロングポーズで待てばいいよ。うん、結構ね一番長いやつってね1分以上で食わせたことあるからね。お<ー>ジグヘッドのワームちょんちょん再着手いい。じっと待ってる。5秒。10秒。15秒。こああ来た来た。食うじゃん。<laughs> ほっとけて食うじゃん。じゃあピューッと投げました。えー。ジグヘッドのワームボトムへ着きました。 でじゃあ、竿をガードレールに立てかけて、ラインスラック取って待ってるだけ。で、食うかどうか実験したら、コンコンコン、やっぱ食うねって。<laughs> もう投げ釣りですね。そうそう、投げ釣り。<laughs> これが最初なんだけど、これをメタルジグやメタルバイブでやったら何が起きるかって実験した結果がさっきからしてる話なんだ。<laughs> うーん、なるほど、うん。だから案外ね、あんなものをボトム放ってけでも。 釣れるんだっていうことをちゃんと理解してほしいしいやそれレオンさんだからとかいやそれ広島だからって思っちゃダメよ <laughs> 全国どこでも一緒だから <laughs>、うん、だからあの僕たちってほら、えー、ルアーマンじゃないか <laughs> はいでなんでルアーでやってるのかしたら面白いからでしょそうですねいつも言ってるけど意外性があるからでしょ、うん、さらに意外性があることを追っかけたいと思うか思わないかだから。 まあ、一つは、ま、メタルジューク巻くだけでもメバル釣れますよ、えー、ボトムほっとけでも釣れますよ、えー、それからウエイトでいうとね、えー、すごい重たいものじゃメバル釣れそうにないけど、まあ、これはどこでもってわけはいかないかもしれないけど、あの福島県の,あの、えー、佐藤君。はい えー水深2 0ー,ーから3 0ー,ーの背をちっちゃい船でこうドテラで流しながら釣るときにメタルジグ使ってメバル狙いのメタルジグねはいはいはい彼一番重たいの2 0 0ム使ってたもんねあ確かにこれはさすがに俺もびっくりしたね1 0 0ムでも大抵びっくりするけど200で釣ってたうん本当のど真ん中のジギングですで、ね、もねウェイトがね それ流れがあればこそだからね、これ、止水域で2 0 0ムっていうことで、メバル釣るたってこう無理なんで、これも重要なことを俺、話してるのね。何グラムで釣れるのかっていうのは、うん、流れにものすごく影響されるんだよっていうこと。うんなるほど。1ノットとかでドーッと流れてたら、さ、1 0 0ムとか2 0 0ムとかいるよ。1 0 0ムでもこう流されながら行くじゃん。はい、だから食うわけよ。うん、メバルから見たら、 こいつが何グラムあるか分かんええー、プラスチックのこのサイズと鉛のこのサイズとタングステンのこのサイズじゃもうどうえらい重さは違うじゃない確かに魚には何グラムあるか分かんない魚からメバルから見てこいつは食えるサイズだなとか食いたくなるサイズだな形だなっていうのが重要なわけで、うん、それが自分が今いる海域ポ,ポイントに合ってれば 別に1ムのジグヘットじゃなくても、僕なんかしょっちゅうやってるけど、3 0十4 0ムのジグでメバル釣れたりするんです。なるほど激。激流ポイントなら特にそうよ。うん,うん、うん。はい。で <coughs>、ジグにはね、いろんなものがあります。え、あの、リアヘビーなやつとフロントヘビーなやつと、えー、これが、 左右対称なやつとこう片側だけ重たいやつと、うん、ここがねちょっと資金の高さがあるのねうんだからこれをね今説明しろったってもうほぼ時間の無駄です <laughs> <laughs> 左右対称非対称を、えー、<こ>フ,フロントウェイト、えー、リアウェイトを自分で結んで明るい時にどういう風うに動くのか縦に探っ しゃくったらどう動くのか横にしゃくったらどう動くのか、ただ巻きしたらどんな動きしてるのかは、やっぱり一つ一つの銘柄に個性があって、うん、えそれから能力を発揮するタイミングや場所が違うわけだから、確かにそこを覚える資金の高さってのはあるんだけども、だからこそ、メタルジグの釣りっていうのは楽しいし、うん、ジギングという一大分野を形成して、えー、ジギングにはまってる人たちは、他の釣りには一切手段さないぐらい。 ジギングだけでやっちゃう確かに,、うん確かにはい。僕なんかあのそこ分け隔てない面白がり屋なんで夏の塾の一番小さいの使って、えー、地球さんとあの大人の夏休みの旅で海で散々釣った後川で何が釣れるかやってみようってもうほぼほぼ山めれるようなとこまで <laughs> 釣りながら登っていって夏の塾でね川むつとか、えー、いろんなもの釣りましたよ。うんうんうん 去年だと去年おととしだとねうちの関東スタッフさんたちが夏ジグの5ム使ってアシストフックをハゼクラ用のアシストフックつけて3時間で100匹とかそうでしたね。うん、そうすると宮崎で古い僕の友達で野良、えー、猫アニーさんというハンドルネームはい,はい、はい、人がいてこの人は数年前だかなトジグで。 キス釣れるよって兄ちゃんに釣ってみて送るからっつったらここから野良猫兄ちゃんはもうあのキスジギングのプロになっちゃったよねそうですねねえメタルキスゲームって言ってやってますよねあそう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 、うん、メタルキスゲーム、うん、でメーカーさんも二三社ついたよねそうですねいろんなあのジグでキスを釣るためのいろんなやり方も アシストフックの作り方やブレードの組み合わせとかいろんなことやってあのちょっとしたブームに今なりつつあるよね。うん、うん、というふうにねあのメタルジグ特有の面白さもありますし足もメバルもやりさえすれば釣れるただいつまでたっても苦手意識が取れずにあの釣れない方っていうのはもうはっきり言います。釣れる場所でやってないこれ一つ。うん あと釣れるまでやってない <laughs> わ。結構簡単なことなんだよ。いやー、風船上がっちゃったよ。<laughs> <laughs> だから風船上がるぐらいやらないとダメです。<laughs> <laughs> はい、ということで参考にしてください。いや、ありがとうございます。なかなかあのワームとかね、プラグに比べると。ええ、番が少ないという方も多いと思うんですけど、やっぱやり込んだ分だけの、でも、やっぱリターンがありそうなお奥深さと楽しさがある。うん 飛距離が出るし、操作感は簡単に得られるしね。うん,うん。なんかやっぱジグはね絶対目に身につけるべきです。うん,うん。ありがとうございます。視聴者の皆さん、ぜひこの動画が役に立ったよ、面白かったよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンと、あとまだチャンネルを登録してないという方もいらっしゃいましたら、ぜひ登録をお願いします。 はい、よろしく今日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたね。